guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ、因果ザラコでやっていきましょう。今回はでございますけど、めちゃくちゃ面白い企画、政府の新兵器、これが一体何なのかということでお話をしていきたいなと思います。米編企画、めちゃくちゃ面白いコメントが今回もたくさんやってきた。そしてこれはね、結構いいとこ行ってんじゃないのかなっていうね、俺が今まで考えていた説とは違うし、ありえるだと思いますということで、一つ目のコメント、一つ目のコメントの前なら実写チャンネルのことだけ言わせてください。実写チャンネル、いろんなジャンルの作品についてお話をしております。登録よろしくお願いします。以下省略です、よろしく。ということで概要欄からねお願いしますね。はい、コメント返信いきましょう。まずはチューハルさんからのコメントでございます。ハルチューさん、チューハルさんのコメントです。はい、政府と竜、ベガパンクが開発した新戦力がカイドウのような竜だった。たら恐ろしいですね。それと戦うピンクの竜となったヤマトは見てみたいですが、ということでありえる言いたいだけです。ありえる、はい、ありえるんじゃないですか。竜っていうのがね、大量に出てくるってのは下手したらあるのかなと。まあいろんな考え方があるんだけども、竜をもともと政府は作ってるわけだから、それが大量に攻めてくるっていうのはやばいよねっていうことでは、まあ雑魚兵潰しにはなるじゃないですか。まあ中級潰しにもなるしっていうところでは一つ。あと俺思うのは巨人だよね。人の巨人化っていうのはずっと研究されてるもんだから、まあベガパンクがそれを実現してるのかもしれない。そうなると竜と巨人っていうのもあるし、巨人だけっていうのもあり得るし、で巨人にいろんな能力ぶち込みっていうパターンでなんか出来上がってるんだったら、それはそれでやばいよね。だからもともとこの巨人族っていうのがもう世界を震撼させたっていうふうにも言われているんで、それの再来だよね。なんなら強化してやってくるっていうふうに考えると恐ろしいなみたいな。だからね、新兵器のパターンって俺今回ので、これ3つになったのかなと思っていて、もしかしたらまた第4の可能性っていうのがあるんで、コメントもしもあればいただければなと思うんですけども、一つは俺がもともと推してるシャンクス、大量のシャンクス、七武海クラスの兵器っていうのがパシフィスタ、要するに七武海のバーソロミュークマをモデルとしている。そして4校クラスのパシフィスタ、人造人間としてシャンクス、まあ政府と繋がってるんでね、シャンクスをモデルとしたパシフィスタということで、まあそれが新兵器なのではないのかっていうのが俺の考え。そして竜っていうのも現に作っているわけだから、それもあり得る。まあ俺がシャンクスを押す理由としては、竜っていうのは移動用として、移動道具として作っている可能性があるとも俺は考えてるから、要するにそのラフテルがね、竜でしか行けないとかっていうのがあれば、竜の何かしらの特性とかっていうのがあるからこその、まあそれがあれば行けるみたいな。だからそういったところで、もしも移動道具だとすれば竜は移動用っていう。でも兵器として使うとしてもね、パンクハザードの竜って相当だったんで、それも一つっていう。んでこの巨人っていうのもさらにもうフラグとして出てるから、巨人化、人間の巨人化。じゃあどこでそれが来るのかっていう、それだけの話です。そこら辺はちょっと気になるところでございます。まあこの3択の中から来るのかなと、俺は結構これ攻め込んでいるような内容だと思いますよ。いい3択だと思うよ。他に何があると思いますか。やっぱウルージですかね。大量のウルージを作るみたいな、あるね、あり得るということで、続いていきましょう。続いては D 軍さんからのコメントでございます。なるほど、ヤマトが外に出たら政府に捕まってひどいことされるから、それだったら死んだ方がマシということで、本物の爆弾をつけたのかなっていうことでね、これは前に僕がお話ししました。まあ要するに、なんでヤマトが手錠をかけられているのかっていう話だよね。しかも爆発すると、それというのはもう政府に捕まること何回って言われているカイドウ、そこで彼をいろいろと研究して、この竜のねことについてまあサーチして、それをベースとしてあの竜を作っているのがパンクハザードの、そういったことも考えられるわけで、で要するにカイドウもまあモルモットとして使われたって話だよね。だからそういったことを考えて、同じようにヤマトちゃんもそれをされるぐらいだったら死んでしまえっていうそういった行き過ぎな、まあ、夫さんっていうのも考えられるよね。島を出て、で、そこを狙われてしまう。それはご勘弁をっていうことで、そういう風にね、お膝元に置いてるのかなっていう考え方もできるんだよね。そうすると、まあ、ちょっと行き過ぎな、良きパパとも考えられるんだけどもね。だから、カイドウは言うて危ういんですよ。なんか、おでんさんとのやりとりを見てても、その、オロチとのやりとりを見てても、ゲスさっていうところに対しては、ちょっとなんか、吐き気がするっていうような、
な面もやっぱ感じられるんだよね、カイドウから。だけどもその悪いっていう部分もあるから、その悪い部分が完全に取れれば、何かしらの形でその考え方を変えれれば、カイドウの良い面もあるから、それがいい感じに前出しされるのかなとも思うんだけどもね。そこら辺はどうなんでしょうね。難しいけどもね、期待しちゃうけどもどうなんでしょう。ということで続いてのコメントいきましょう。続いては成島武郎さん、合ってるかな。ヤマトが燃える城を下から眺めるしかなかったと言ってましたが、当時は回廊石をつけていたため竜になれなかった。しかし今なら竜になれるという暗示のようなセリフだとも今では思います、ということでね。確かにと、牙が出てるからさ、あの牙何っていう、あれで竜だったら超面白いよね。まあ桃くんのこともあるから竜っていうのもあり得る。うん、それはすごい面白いなと思う。まああとはティラノが残ってるよね。古代種で今全部来てるから、その最強を渡してるって可能性あるじゃん、自分の子供に。むしろそれが普通じゃないですか。でやっぱメインどころでね、あのトリケラーとかサーベルタイガーとかで来てるから、じゃあどこでティラノ来るのっていう話なんだよね。だからそうなるとやっぱヤマトちゃんが一番可能性高いんだけど、でも竜っていうのもあるし、で竜の背中に乗っている扉もあるから、それがいて誰なのっていう、ももくんにしてはでけえよなっていうのもあるし、でもねピンクの竜、あどうなんだろうな、能力で濃いからの竜でなってるからね、その子供が竜になりますよってのはないから、やっぱピンクの竜とかの方がぽいのかな。まあピンクの竜にとらわれる必要もないんだけども、そのももくんがピンクだからって、やっぱベガパンクの作った竜の能力、成功品っていうのをヤマトちゃんが食っているっていうのも考えられるよね。でそれが青、自分の青、竜の色と同じ青を食わされているっていう可能性もあるしね。ピンクはあくまでピンクで、別になんかあのスマイルとかそのなんか一個の固定の能力が必ずピンクであるっていう必要はないからさ、別にモモ君がそれでなんかピンクだからといって他もピンクになるっていうのは考える必要はないのかなっていうふうに思うんだよね。むしろごちゃるなと思うから、色は違う可能性はあるのかなと思いますけどもね。でも竜になってくれたらすごいいいなと思う。まあいい感じに二択出てるんじゃないですか。竜なのかティラノなのかみたいな、そこら辺は気になるよね。いい二択出てるんじゃないですか。どっちだと思いますか皆さんは。俺はわからん。どっちもいいな。さっきみたいになんか一択って言えねえな。50-50な感じするね。あーでもどうなんだろう。うわーむずダメだこれ。うわ竜もワンチャンなんだよな、今後の旅を考えると。あーむずい。あこれダメだ、これ俺もう両方だわ、両方ありえるわ。ちょっとこればかりはね、なんかきついわ。もう少し様子見たい。ちょっと厳しいね。珍しくこういうの出てくるね。面白い。もう絞ろうと思ったけど無理だ。当てずっぽうでは選べる。当てずっぽうでは選べるけど、ちょっと当てずっぽうはちょっとあれなんで、ウルジンしときます。ということで、続いていきましょう。続いてのコメント、第2の使徒リリスさんからのコメントでございます。使徒がやってきた。今俺の横にエヴァいるからね。はい、ジョンさん、首がだいぶ細くなりましたね。ありがとう。なんか以前もかっこよかったですが、さらにかっこよくなりましたね。それましたが、ワンピースの15号が楽しみです。ということで、ありがとうございます。嬉しい限りですよ。本当に。ダイエット頑張ってよかったなっていう風にね、こういう時思いますね。痩せましたねとか、なんかかっこよくなりましたねとかって言われるのが本当にね。やっぱあの実写チャンネル始めた一番最初のきっかけ、まあ、ファースト動画見てもらえばわかるんだけども、今までにない自分になりたいっていうのがあったんですよ。なんか俺っていうのは、そのかっこいいとはなんか、ほど遠いところを生きていたというか、まあ、面白いっていうところで生きてたんだけど、でももともとね、これもすげえ面白い話で、人は変われるっていうところでお話しします。重要な話です。急に真面目になります。もともと俺は面白くなかったです。全然面白くないし、今でも面白いとは言わないよ。でも昔よりは面白いと思う。それはもう結果論だから、結果論としては昔よりは面白くなってる、なってるんだけど、どうやってなったのって話で、そんなにつまらんかったのって言ったら、マジで俺自身つまらんかったです。これはもう本当に断言します。言われたこともあって、なんかお前の話ってつまんないんだよねっていう、でもそれすごいショックで、未だに覚えてるレベルなんですよ。俺って人に言われたこと、いいことも悪いこともマジで忘れないんですよ。だからそれを俺はずっとやっぱ悲しいなと思ってて、でどうしたらいいんだろうと思って、芸人さんの会話だったりとか、まあ、テレビの人たちの会話とか、いろんなものを見て学んだんだよね。本当にいろんなのを見て今に至ります。だからトークっていうところでは、フリートークっていうところではもういろんなそのプロの方とも最近会うこともあるんだけども、みんながいやジョンさんすげえわっていう風に言ってくれるんだよね。それはすごい嬉しいし、で俺は別に自分がなんかそれで前より面白くなったとはいえども、なんか俺はすげえぜとはならない。もう無限に上いるから、もうこうなるやつはバカだから。だからそうじゃなくて、結果論として上がっているのはある。イコール俺は会話がマシになったんだよね。それは誰でもできることなんですよ、誰でもね。で俺はそう
ういう風に喋り方からいろんなことを変えてきたんですよ今まで。正直俺の小学校時代とか中学生時代とかクソバカだもんマジで、しょうもない人間です。だけどもここまで変わってきました。でさらに変わっていくっていうことで、俺は9月にねこの100デブ企画っていうものを初めて痩せていったと。マイナス26キロ痩せれました。で今までかっこいいとかで全然そういう風にね言われてこなかったわけで、やっぱそれはもう太ってるからね愛嬌でやっていきますよっていう感じじゃないですか。でもそれはやっぱなんか一つのなんか逃げでもあると思うし、やっぱ人は変われるっていうのはね、俺は自分の身をもってやってきてるわけだから、さらにここで変えようかっていうことで俺はこのダイエットに挑んだんだよね。だからそれが無事に、まあ、達成したということで痩せていった。でそういう風にかっこいいと言われると、俺は別に自分をかっこいいとは思わないんだけども、やっぱ嬉しいさ。そういう風に結果論として前よりかっこよくなったっていう風に言われるのはすごい嬉しいし、それはまた人ってのは変われるっていう結果論だよね。だから今まで俺はいろんなことを実現してきたんですよ。いろんな夢を実現してきたし、いろんなことをやってきて、強く言えるのは世の中ってできないことないっすねマジでやるかやらないかっすね本当に。でいつも俺が言ってるやるかやるかなんだよね。やってしまえばマジでできるから、まあ、あとは手段だよね。手段とかプランニング、それが大事です。なんかバカ正直にじゃあこれになろうと思ってバッとなれるほど世の中甘くねえから、だから本当に努力が必要です。努力が必要なんだけども、それをやって適切な道を行けばなりたいものにしっかりとなれるのかなっていうふうに俺は思います。ということでね、ダイエットに関しては確かに痩せていった。今ちょっともこっとしてるけどもね、まあまあ痩せていったんじゃないですかだいぶ。でここからは今度は筋肉をつけていくっていうことでね、いい感じに筋肉つけられたらなっていうふうに思いますけど、嬉しいね本当に。それはすごいね嬉しいお言葉でございます。まあとはいえ俺は昔から今もそうなんだけど、結果論でしか見てないし、それによって調子に乗るってこともないです。何かが向上したとはいえども、上には上が無限にいるし、仮に俺が何かの分野で、ありえないんだけど、何かの分野でもう一番上になったとしても調子いることないっすね。絶対にないです。やっぱ人ですから、人っていうのはみんな平等で同じなんで、だからそういったところでは俺はそこら辺は変わんねえな。だから常に成長できるんじゃないですかね。うん、多分そうだと思います。人は天狗になった瞬間成長そこで終わりだと俺は思います。いいじゃないですか、みんなでガンガン成長していきましょうよ。このコメントすごくね嬉しいです。もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。意外とねこんな感じで俺ね堅物だったりするんですよ。なんか堅物だしね、なんかねだからこその黒ひげのところに似てるところもあるんだけど、そのできない夢はないっていうかさ、人の夢は終わらねえっていう俺はそのスタンスなんですよ。だけども彼みたいになんかワンマンプレイでやっていくんじゃなくて、俺はそこはルフィ君で、みんなで一緒にやればできないことはないっていうスタンスなんですよ。いや本当にそうだよ、みんなでやればできないことねえから、俺にできないことを仲間の彼ができるからっていうね。だからこその俺はリーダーとして引っ張るだけの頭を持ってないといけないんですよ。そこなんだよね。今俺はやっぱいろんなねことをやってるんだけども、基本的に俺がその頭で引っ張っていくっていうスタンスを取ってるんで、やっぱすげえことできるよ、いろんなことできるよ。だから俺はもっとみんなを巻き込んで面白いことをやりたい。やるよ、俺は言ったらやるよ。だからタイミングだよ、そのタイミングだけ楽しみにしてください。はい、ということで今回こんな感じでいろいろお話ししてきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、最後は若干ね真面目な感じになりましたけどもね、やっぱそれがモンスタージョン TV です。今までずっとなんかウェイでこうやってきたんだけども、真面目な一面もあります。で真面目な一面を出すことによって、あれなんか変わったなとか、ちょっとなんかどうしたみたいな感じになる人もいると思う。慣れて、はい、これがジョンです。なんかやっぱね急に変化するとどないしたねんっていう人もいると思うんだけど、それに負けて自分の変化を隠してしまうのは良くないと思います。これすごい大事なことなんでね、もう変化したのであれば全面的に誰が何を言おうが思いっきり変化を見せていったらいいと思います。みんなで楽しくどんどん自分の理想とする人間になっていきましょう。俺はまだまだ全然慣れてないです。慣れてないからこそのここからさらに努力をして、ひたすら努力をして自分のなりたい形になっていけたらなと思います。ということで今回この辺で終了していきましょう。最後になりますけども、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして実写チャンネルの登録よろしくお願いいたします。でみんなね、いろんなコメント、今回みたいにちょっと違った方向でのコメントもね全然構わないんでね、いろんなコメントしてくれたらなと思います。みんなでガッツリ絡みましょう。ということでじゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシトレパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。